番好きな賞はウルトラマンはウルトラマンレオ、霊夢です。一番好きな賞はウルトラマンはウルトラセブン、マリサだぜ。セブンすごく人気よね。異色の作品なんだが、それゆえにファンも多いんだよな。未だにそこかしこで語られるしね。今やセブンもお父さんだしな。え、子供いるの？ウルトラマンゼロという、元不良の息子がいるぜ。知らなかったわ。そういえば、セブンのことも私よく知らないかも。じゃあ今回は、ウルトラセブンについて紹介するか。あれ？普通の紹介なの？ウルトラマンの時のように最終回？今日メインで紹介するのは、12話だ。12話？なんでまた？霊夢、ウルトラセブンの12話って見たことあるか？そういえばないかも。それもそのはずで、12話は封印されちまってるんだ。え、封印何があったのよ、というのを語っていくんだが、まずはウルトラセブンについて紹介しよう。OK。ウルトラセブンは、前作ウルトラマンと大きく異なる部分がいくつかある。それどころかシリーズ全体を通して見ても変わってる部分があるが、霊夢どこだと思う？カラータイマーがないことと、あとはやっぱり名前かな。セブンだけウルトラマンセブンじゃないんだよな。そうそう、この前うっかりファンの前でウルトラマンセブンって言ったらすごく怒られたわ。名前は、答えの一つだ。他は何？まず、前作ウルトラマンと違い、明確に地球侵略を企む宇宙人が敵となってることだ。ウルトラマンは違ったっけ？ウルトラマンは怪獣メインだったし、宇宙から来ただけじゃなく地球由来の怪獣も多かった。そういえばそうね、ゴモラとかそうよね。一方ウルトラセブンは、怪獣じゃなく宇宙人がメインの回がほとんどだ。怪獣が出ないことは珍しくない。確かにメトロン星人とか、〇〇星人のイメージあるね。次に、セブンに変身しない回が多いことだ。ウルトラマンは前半ドラマ、後半変身してプロレスが基本だったよね。セブンは最後の1分くらい変身して一瞬で倒すとか、そんなのがザラにある。変身しても等身大だけで、巨大化しないことも珍しくないな。ああ、セブンは等身大のイメージ結構あるかも。もちろんウルトラ警備隊西江などがっつり戦う回もあるが、少数派だ。やっぱり、宇宙人メインだから激闘にはなりにくいのかな。怪獣が出た回はしっかり戦うし、そこの違いは絶対意識してるだろうな。その分、ミステリ色が強かったよね。そう、宇宙人が起こす一風変わった事件に立ち向かう SF ミステリ的な作風なんだよな。ここまででもウルトラセブンがどういう作品か、大体わかるだろう。ここからは、制作に関する話から、もっと詳しく紹介するぜ。お願いします。2番目の企画案ウルトラ警備隊では、宇宙時代に活躍する地球防衛軍の隊員と侵略者との戦いを書く作品で、変身ヒーローは登場しない設定だった。つまりウルトラセブンが登場しないと、そこから手を加えられた企画案、ウルトラアイでは、ウルトラ警備隊に諸星団という少年の主人公が追加されたぜ。ここから諸星団になったのね。さらに、危機に瀕した際には諸星団がレッドマンに変身して戦うという内容になった。ウルトラマンの時も、企画案レッドマンだったね。レッドマンは、つぶらや作品ではたびたび使われるんだよ。まあウルトラマンも赤のイメージだしね。まあな、タイトルがウルトラセブンになったのは、この少し後、怪獣ブース化の後継作品として、金城哲夫さんが考えていたウルトラセブンから拝借する形になったぜ。そのウルトラセブンはどういう作品になる予定だったの？金城さんの案だと、7人のエンジンによる原始時代コメディだった。原始家族フリントストーンみたいな設定ね。アメリカのアニメだな。そういえば、セブンのデザインもウルトラマンと同じ成田徹さん。そう、成田徹さん。ロボットみたいなデザインが初期案で、そこから青色を基調とした甲冑みたいなデザインになり、最終的にあのウルトラセブンのデザインに落ち着いたぜ。胸周りのあの衣装、甲冑の名残とかなのかな。アイスラッガーもそうだろうな。確かに、あそこも甲冑っぽい。桑田二郎さんの漫画版セブンだと、より甲冑っぽさがあるぜ。そして企画書には、優勢間侵略戦争の激化により地球が多くの宇宙人に狙われる、という設定が追加された。壮大な設定ね。そこで世界規模の地球防衛軍が組織されたという設定だな。ウルトラ警備隊は、その内部の特殊戦闘部隊という感じの設定だったぜ。ふむふむ、なんか軍事色強いわね。ストーリーも、情報戦が書かれたり軍事色が強いぜ。そしてドラマ性がウルトラマンよりも重視されている。8話の狙われた街とか特にそうよね。あのナレーションベースの終わり方、すごくゾクッとしたわ。あと、怪獣も侵略者の生物兵器やロボット兵器という設定が多くて、怪獣自体のキャラクター性は薄められた。セブンの怪獣でキャラ性強そうなの、エレキングくらい？あれもピット星人の生物兵器扱いだけどな。そういえばそうなのか。しかも怪獣の名前が劇中で明かされないこともあった。ウルトラマンはオープニングで怪獣名出してたけど、全然違うのね。こういう感じで作られていったわけだが、ここからは物語を簡単に紹介しよう。あらすじだ。
舞台は、人類が宇宙に進出し始めた近未来だ。書籍だと1987年という風になってるが、劇中では何年と明言されたことはないぜ。そうなんだ。有生間侵略戦争が激化して、宇宙人が地球侵略を企んで次々にやってくる。これに対抗するため、人類は国際組織地球防衛軍を結成した。ストレートな名前だ。日本にも極東基地が建設され、極東基地には精鋭隊員からなる特殊部隊、ウルトラ警備隊が組織されたぜ。あの人たちエリートだったのか。そして1は姿なき挑戦者だ。人間が突然怪しげな光を発して消えてしまう、人間蒸発事件が発生。怖すぎる。ウルトラ警備隊が調査することになったが、彼らの前に諸星団を名乗る不思議な青年が現れる。本作の主人公ね。団の協力を得て、人間蒸発事件はクール星人が起こしていたということを知るぜ。クール星人、一体どんな奴らなんだ。地球人のことを昆虫と呼んで、人間標本を作ってる宇宙人だ。ヤバすぎる。別名は宇宙カリウド。そして団とウルトラ警備隊は、クール星人の透明円盤を可視化させることに成功する。さらっとすごいことしてる。警備隊はウルトラホーク1号で戦い、団はカプセル怪獣のウィンダムにクール星人の円盤と戦わせるぜ。カプセル怪獣ってなんだっけ？団の味方をしてくれる怪獣たちだ。カプセルに入っていて、そこから出して戦ってもらう。ウィンダム、ミクラス、アギラの3体がいるぜ。そして団は赤い宇宙人に変身し、標本になった人々を助け、円盤を撃破した。大活躍じゃん。事件解決後、団はその功績を認められてウルトラ警備隊の隊員になった。そして赤い宇宙人を、ウルトラ警備隊7番目の隊員という意味を込め、ウルトラセブンと呼ぶようになった。エリート集団にいきなり入るの凄すぎるわね。ウルトラマンと違って、本人が宇宙人だしな。しかも風来坊してたし、身分証明とかどうしたんだろう。夢のないことを考えるんじゃないよ。ここからは今日の本題、ウルトラセブン12話、有生より愛を込めてを紹介するぜ。待ってました。まずは12話の内容について説明しよう。一体何が問題なんだろう。ある日、宇宙のどこかで大爆発が起きる。ソガ隊員と天城隊員は、ウルトラホーク2号で宇宙パトロールをしている最中、大爆発による放射能を検出。ああ、なんとなく見えてきたかも。一方その頃、東京で若い女性が突然昏倒して死亡する事件が多発していた。すごく怖いわね。分析した結果、彼女らは白血球が急激に欠乏する、原爆病に似た症状を発していたんだ。しかも、地球に存在しない金属で作られた、メーカー名もネームもない謎の腕時計を持っていた。出どころ不明すぎる。アンヌの旧友山部さなえは、恋人の佐竹三郎に例の腕時計をプレゼントされる。そんなもん送るな。この腕時計には人間の血を奪う機能があることが分かった。吸血コウモリか何か？なんと、佐竹は地球人の血液を奪いに来たスペル星人だった。スペル星人は放射能に侵され、異様の姿になっていたぜ。ふむふむ、なるほど。スペル星人は、真っ白な体にケロイド状の火傷痕がついた、核爆弾で被爆したかのような姿だったんだ。それがまずかったのかな。もう少し、スペル星人について詳しく語ろうか。スペル星人は、別名吸血宇宙人、母星のスペル星がスペリウム爆弾の実験失敗で、放射能で汚染されてしまったんだ。それでスペル星人も被爆してしまい、自分たちの血液の代わりとして地球人の血液を奪った。なんだか切ない気持ちになるね。戦闘能力的には目からビームが出たりするのが特徴的だな。目からビーム？最初は女性を狙ったけど、子供の血液の純度の高さに目をつけて子供にターゲットを変える。まあ、大人だと血液汚れたりするのかな。当時は喫煙率も高かったし、ロケットの絵を描いて腕時計をもらおうキャンペーンとかで、吸血腕時計をばらまこうとしてたぜ。結局バレて、セブンに負け、逃げようとしたところをアイスラッガーでやられてしまった。セブンって、逃げようとしたところを追撃するの結構あるよね。メトロン星人とかもそんな感じでやられてたな。さて、こんな12話がなぜ封印されてしまったのか、その流れについて語ろう。まあ原爆関係だと思うけど、12話は実相寺昭雄監督、佐々木守脚本の回でな、本放送は全49話中4位の高視聴率だった。何パーセント？ 32.8%。今だとありえない数字ね。本放送時は、特に抗議はなかったぜ。じゃあ何がきっかけになったんだろう。最初のきっかけは、スペル星人の別名だな。吸血宇宙人でしょ？最初はそう紹介された、1968年の4月、講談社から出版された週刊少年マガジン19号にて、吸血宇宙人としてスペル星人が紹介されたのが最初の別名だ。何も問題ないように感じるけど、
続いて、1968年5月30日、秋田書店から出版された、写真で見る世界シリーズ、カラー版怪獣ウルトラ図鑑の初版で、被爆星人としてスペル星人が掲載されたんだ。ああ、ここなのかな。1970年には2つの出版物でスペル星人が紹介されたが、そのいずれも吸血怪獣だった。星人じゃなくなってるじゃん。1970年夏、当時津倉屋プロの営業担当だった末安正弘さんが、当時中学生の竹内博さんに設定資料作りを依頼。竹内さんは雑誌記事をまとめた資料集を作り、この資料でスペル星人は被爆星人として紹介された。ふむふむ、これが津倉屋公認の設定案として採用されて、各出版社に配られたぜ。ああ、被爆星人が公認になっちゃったのか。1970年10月1日、小学館小学2年生11月号の付録、怪獣決戦カードに、被爆星人の別名付きのスペル星人が掲載。小学2年生にこの名前は苦情来そう。案の定、このカードを見た女子中学生が父親に相談したことで、抗議の手紙が小学2年生の編集長に送られる。この父親は東京都原爆被害者団体協議会の専門委員でな、原爆文献を読む会という市民サークルメンバーに話し、メンバーが朝日新聞記者にこの問題を伝えたんだ。伝言ゲームみたいに、どんどん広がっていくじゃん。そして1970年10月10日、朝日新聞に、被爆者の怪獣漫画、残酷と中学生が指摘、という見出しで、女子中学生の感想が載せられたんだ。どういう感想だったの？実際に被爆した人たちが体にケロイドを持っているからといって、怪獣扱いされたのではたまらないと思った。まあ、それはそうかもしれないけども、父親の抗議文は、こう。現実に生存している被爆者をどう考えているのか、子供たちの質問にどう答えるのか。この新聞がきっかけで、抗議が広がったのね。そう、短期間で広島長崎の被団協にも拡大し、問題はどんどん大きくなる。で、どうなったの？父親は小学館を訪れ、編集長の井川博さんを相手に抗議をした。井川さんはどう対応したの？後のインタビューで、当時のことをこう振り返っていたぜ。被害者への配慮が足りなかったと、紙面で謝罪した。被害者を怪獣扱いしたつもりはないので、被害者を怪獣扱いしたと報じた新聞にはこちらも抗議し、20市以上が報道を謝罪したものの、朝日新聞は一切対応しなかった。朝日新聞、まあ朝日らしいといえばらしいかもな。抗議を受け、竹内さんが作った資料のケロイドの文言は黒塗りされ、被爆星人は吸血星人に変えられたぜ。それで今は吸血星人なのね。そうそう、問題はまだまだ大きくなり、結局つぶらやプロは発行元として配慮が足りなかったと謝罪。被害者を怪獣扱いしたという報道については、原爆を否定する気持ちと全く変わらない態度で制作した、被爆者を怪獣扱いする意図はないと回答したぜ。まあ、つぶらやがそんな意図で作るわけはないと思う。そして今後一切スペル星人に関する資料提供を控えるとともに、再放送で12話は欠番となった。ん？こうして見てみると、12話自体にはあまり問題ないよね。私もそう考えてるぜ。というか、12話をちゃんと見ればわかるが、反戦反核の色が濃い回なんだ。実相寺監督特有のアングル、間の取り方やメッセージ性の強い作風なんかが、非常によくマッチしていて出来がいい回だった。被爆星人という別名は配慮が足りない部分があるとは思うけど、話自体が封印されるほどではないよね。そういえば、スペル星人自体はその後どの作品にも出てないの？いや、一応出たことがあるぜ。1970年9月28日から、1971年9月24日までの間に放送された、ウルトラファイトでな。ウルトラファイト？本編を二次使用したミニ番組だ。このウルトラファイトの再放送でスペル星人が再登場してな。批判はされたの？つぶらやがまた謝罪する羽目になった。このウルトラファイトでの謝罪騒動が、12話自体の封印の決定打だったと言われてるぜ。なるほどね。あと、抗議した女子中学生の父親は一応12話も見たと、後のインタビューで語ったぜ。見て、作品自体にはどうコメントしてたの？監督さんが人間の形をした怪獣を作っちゃったのが引っかかりました。あれがゴジラみたいに動物的だったら問題は起きないですよ。被爆者に対する認識が確立してなかったことははっきり言えます。作品に問題がなければ二次使用作品が問題になるわけはない。ケロイドの形状が引っかかる。血を吸うという表現も気になる。まあ、動物的だったらという部分は確かになと思う。修正版を作ったらという対策案が出されたが、これについて父親はこう語った。オリジナルで残さないと意味がない。リアリティの問題は残るが封印は良くない。血の問題も触れてほしくないと感じる人はいても、理解する人もいるので、議論する余地はある。
意外といろいろな視点持ってる人だった。彼自身、被爆問題に真剣に取り組んでいたからこそ抗議したんだろうな。まあ、封印のきっかけになった人物として叩かれたからこういうことを言うってのもあるのかもしれないけど、否定も肯定もしにくいことを言うな。インタビューは今も読めるから、興味がある人は読んでみてほしいぜ。結構面白いし、考えさせられる内容だからファンは必読のインタビューだ。だけど問題の回自体は、もう見られないのが残念ね。それはそう、HD リマスターにも収録されてないしな。また見られるようになることを祈ってるわ。せめて、サブスクのつぶらやイマジネーションでくらい解禁してほしい。みんなはどう思った？この動画が良いと思ったらグッドボタン。けしからん。抗議すると思ったらバッドボタン。コメントやチャンネル登録もしてくれると、嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。